はい。えー、アドバンスへからですね、お問い合わせいただいたので回答していきたいと思います。えー、こんばんは、お世話になっております。ダウンセルの事前アンケートおよびスライドレッダー添削ありがとうございました。事前アンケートは、総勢37名。素晴らしい。えー、回答いただき、とても勉強なる意見が多数ありました。参加に踏み切らなかった理由、参加した理由の両方のデータが多数入りましたと。アンケートをしっかり取ることで、こんなにもお客様のニーズをつく み取れるのかと驚いていてますお客,お客様が何を考えているのかが前よりも鮮明になりましたとそして本コースの銀行振り込みの方3名とも無事着金しましたということでよかったですねおめでとうございます150万ですねと答無理だと思っていますがまさかの結果でした吉谷様にアドバイスいただいた通りアンケートの案内の動画内で Zoom のメリットに触れたところその後2名の方から着金がありましたありがとうございますということで はい。ダウンサルの日程ですが、6月1日19時にアンケートの終了のフォロー動画、6月2日に19時告知動画、3日19時の流れにしようと考えています。まあいいんじゃないですかね。で、えっ、ー、と、またちょっとチェックしていただけるということで、えー、まあこちらフォロー、フォローですね。フォローの動画。うん、いいと思います、これで。うん。 まあこれはさ触りなんで、まあ、ありがとうを伝えるってことですね。ありがとうございましたって言って、まあ、これでいいと思います。で、次が、あこれですね。えっ、ー、と、ダウンセルの案内のやつなんですけども、もなかなかもうここにアンケートをね、こうい、もう入れてるんで、非常にいいと思います。要はダウンセルをする理由ですよね。ダウンセルをする理由が明確的にお客さんに伝えられるので、しかもお客さんも このアンケートに参加したお客さんが言っていることなので、そこに対してフィードバックですよっていうことでダウンセルをやることによって、より明確的にそのダウンセルの意図がお客さんに伝わるっていうことですね。非常にいいと思います。はい、これも OK ですね。で、しっかりと、ベネフィットもしっかりと全部入れてるんでいいと思います。で、あとちょっと気になったのが、ここなんですよね、まあ。ここの、あの、ここもね、修正されてるんでいいと思います。 で、ここの、えー、価格の導入部分ですね。参加費は半額です。で、まあ、言、事前に言ってるんですけども、しっかりまたここで伝えるってことですね。えー、半額にできる理由みたいな。参加費は本コースの半額です。で、ここに、半額にできる理由。半額にできる理由。本コースは、えー、無期限でやっていますが、本コースは無期限と、 無期限でサポートしていますと。だけど、今回のトライアルコースは3ヶ月だから、えー、今回、その半額っていう形にできますっていうね。その理由をしっかりここにまた書いてください。理由ですね。なぜ半額にできるのか。本コースは無期限でサポートです。ただ、今回のトライアルコースは3ヶ月という期間を設けることによって半額にすることに、半額にで、半額にできますみたいなね。うん。 OK ですかね。だから、本コースとトライアルコースの比較をしっかり出すってことですね。で、3ヶ月だから安くできますよっていうのはしっかりここでまた書くってことですね。うん。はい。それをちょっと書いていただくといいと思います。うん。これもいいんで。これは多分ね、おそらくなんですけど <laughs>、えっと、ダウンセルもね、しっかり売り上げ取れると思いますんで、頑張ってください。はい。ということで、えー。 アドバイスの方を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。